甲冑だったり、まあ、お城だったりっていう仕事をすごく大きなものがあるとかっていう仕事ではなかったんですけど、まあ、こういう仕事をちゃんと地道にやってきたので、これは実は 3D を一部使っていて、ライダーの顔だったりとか武器だったりとか、そういう 3D でレンダリングで描いてあって、で、これをそのやり方の方をされてらっしゃるみたいです、はい、だけれども、日々勉強なん で自分に回ってきたものもできないって言ってしまえば、誰か他の人に回って、でその人で感じでやっています。まあ、ずっと続いているストーリー、シリーズでいただいたなと思います。